GPS どころか正確な地図もない時代、同じ景色が続く海の上でどうすれば自分の現在地がわかるのでしょうか。皆さんこんにちは。今回は大航海時代と経度の関係についてお話したいと思います。大航海時代とは15世紀から17世紀半ばにかけてポルトガルとスペインを中心とするヨーロッパ諸国の人々が大規模な太陽航海を行った時代です。日本の戦国時代から江戸時代にあたり、種子島に鉄砲が伝来したのもこの時期です。ヨーロッパからアフリカ、アジア、アメリカ大陸へと遠洋航海をし、新航路、新大陸の開拓を行う。そのためには海上での自分の位置を正確に知ることが重要になります。海上での自分の位置、すなわち緯度と経度を求める必要がありますね。緯度は北極星の高さや南十字星の位置などから測定できます。しかし経度の測定は容易ではありませんでした。一体どうやって経度を測ったのでしょうか。実は経度測定の鍵となるのは時計。この動画では経度の測定に人類が苦心した歴史と、それを解決した時計の発明と進化について3つのピリオドに分けて解説していきます。そもそも経度とは地球上の任意の地点から本初子午線までの角度を表すものです。本初子午線とは経度0度0分0秒と定義された基準の経線のことです。本初子午線というとグリニッジ天文台を思い浮かべる方も多いかもしれません。ロンドンのグリニッジ天文台にある通称エアリー子午間の中心を通る経線はグリニッジ子午線と呼ばれ、国際的な本初子午線として用いられてきました。しかし現在の国際的な本初子午線として用いられるのはグリニッジ天文台から東に 5.3101 秒、距離にして 102.478m の位置を通過する IERS 基準子午線です。1980年代以降、国際地球回転基準計事業、通称 IERS が維持管理しているこの経線が国際的な本初子午線となっています。そのため現在グリニッジ子午線の経度は0度0分0秒ではなく、正経0度0分 5.3101 秒なんです。ちなみに日本において本初子午線を定めた法令は明治19年勅令第51号に記載がある本初子午線経度計算法及び標準時の件。ここには英国グリニッジ天文台子午期の中心を経過する子午線をもって経度の本初子午線とすと書いてあって、なんとこの規定は現在も効力があるので、グリニッジ子午線を本初子午線とするのも厳密には間違いではないんですよ。すみません、少し脱線しました。大航海時代当時は現在のような国際的な本初子午線は決まっていなかったので、任意の位置を本初子午線、つまり経度0度と定義していました。そもそも理論的に経度は太陽の南中時刻を2カ所で観測し、その時間差を見ることで求めることができます。太陽の南中時刻は経度によって異なり、地球1周で1日分ずれることになります。つまり360度で24時間ずれるので、経度が15度離れていれば南中時刻は1時間違う計算になります。例えば太陽の南中と同時に船を出すとして、そのタイミングで時計を正午に合わせておきます。しばらく船を進めて、ある地点で再び太陽が南中した時、時計が2時だったとしたら15度 ×2 時間なので、港とある地点は経度30度離れていることになります。あれ、経度測定意外と簡単ですね。いや、問題があったんです。時計の精度に。当時の時計は海上での温度や湿度、気圧や嵐などの影響で狂いやすく、正確な経度の測定は難しかったです。経度の測定ができないと航路の計算や目的地への到達が難しくなり、航海の安全性や効率性が低下します。実際大航海時代は海上での船の衝突、遭難事故が多発していました。そこで経度の測定に適した時計を開発するために、多くの科学者や技術者が挑戦していました。時計の発明と改良には様々な試行錯誤がありました。1656年オランダのクリスティアン・ホイヘンスは振り子時計を発明しました。振り子時計は
重力と振り子の長さに依存して一定の周期で振動する振り子を利用して時を刻みます。ホイヘンスは振り子時計を使って経度を測定しようとしましたが、船が揺れると振り子の動きが乱れてしまいました。時計の精度は向上したものの、まだ航海で精度を維持することが難しかったのです。それからしばらくしてホイヘンスはヒゲゼンマイのついた天賦を用いた天賦時計を製作しました。ホイヘンスの天賦時計は振り子時計よりも精度が高く、携帯も可能で、一般に世界初の実用的な機械式時計と言われています。その後1714年、イギリス議会は経度委員会を発足させ、多発する海難事故を防ぐために海上で経度を確定する実用的かつ有効な手段を見つけた者には賞金を与えるという経度法を交付します。具体的にはイギリスからカリブ海の西インド諸島までの約6週間の航海で、船の位置の経度誤差が1度以内の時計なら1万ポンド、2分の1度以内なら2万ポンドを懸賞金として与えるという法律です。2万ポンドは現在の価値では数百万ドルに相当する金額で、かの有名な天文学者のアイザック・ニュートンなども天文学の観点から正確な経度測定を試みましたが失敗に終わったそうですよ。2万ポンドの懸賞金をゲットするためには時計の誤差をどれほどに抑える必要があるのでしょうか。経度が15度離れていれば時刻は1時間ずれるので、経度2分の1度なら2分ずれることになります。つまり約6週間で時計の誤差を2分に抑えなければならないということです。6週間は42日ですから、2分すなわち120秒42で割ると1日で約 2.857 秒、ということはざっくり1日あたりの時計の誤差を3秒弱に抑えれば OK ですね。経度法が公布された直後、ジェレミー・サッカーは自身が考案したクロノメーターを使えば他のどの時計よりも正確に経度を求めることができると述べました。サッカーのクロノメーターには船の揺れや気圧、湿度の変化による影響を受けないための工夫が見られましたが、温度変化には対応できず、温度計のメモリを見ながら計算を行う必要がありました。また条件が整っていても1日あたり6秒のズレが生じてしまいました。それでも従来の時計と比べれば格段に優れているのですが、経度の誤差2分の1度を達成するには至りません。1735年、イギリスのジョン・ハリソンは気圧や気温、揺れに強い置き時計クロノメーター H1 を製作しました。その後20年以上かけて改良を繰り返し、1759年に製作した直径5インチの懐中時計クロノメーター H4 はイギリスからジャマイカまでの81日間でたった 5.1 秒の誤差という高精度を実現しました。しかし経度評議委員会の構成メンバーである天文学者たちは天文学的手法にこだわっていました。ハリソンが庶民出身であることに嫌悪を示す者もいました。そしてまぐれによるものかもしれないとして、ハリソンには数千ポンドしか支払われませんでした。その後1764年、ハリソンは息子と一緒に完成させたクロノメーター H5 によってバルバドスへの5ヶ月の航海で誤差わずか15秒という大変優秀な成績を収めましたが、それでも懸賞金は一部しか支払われませんでした。しかし当時の国王ジョージ3世が懸賞金は経度の正確な測定法を開発したものに授けられるもので、開発者の身分に対して授けられるものではないと激怒。再度クロノメーター H5 の実験が行われ、1日あたりの誤差は14分の1秒以下であることが立証されました。そして彼が80歳となる1773年、全ての懸賞金が授与されたそうです。ハリソンは逆境にも屈せず研究を続け、自身の成果を証明しました。その姿勢から私たちも学ぶべきことがあるかもしれませんね。ハリソンのクロノメーターによって経度の測定に革命が起きました。そして経度の測定ができるようになったことで様々な方面に影響がありました。まず船舶は正確な位置を知ることができるようになりました。これにより航海者たちは目的地を正確に把握し、安全かつ迅速な航海が可能になりました。
船舶が正確な位置を把握できるようになると、商人たちは安全で効率的な航路を見つけることができ、海上貿易が発展しました。さらに、遠い国から入ってきた技術によって、各国の発展も急速に進みました。また、新しい土地の地図を作ることもできるようになり、地図の精度や正確性が高まると、地球全体の地理情報が得られるようになりました。気象や気候の研究、天文学、地球科学などの分野も発展しました。経度の測定の進歩によって、国際日付変更線や標準時などの概念も生まれました。異なる地域での正確な時間の把握が可能になったことにより、交通機関や通信が効率的に運営され、国際的なスケジュールや通信の同期が可能になりました。また、正確な位置情報をもとにした無線通信が可能になったことは、航空機や船舶などの安全性向上や災害時の救援活動においても非常に重要です。経度の測定の進歩は現代の多くの側面に深い影響を与え、航海から科学研究、国際取引、通信まで様々な分野で進歩をもたらしました。普段の生活で私たちが直接的に経度を意識することはあまりありませんが、経度が測定できるようになったことは、現在の私たちにとって当たり前なあらゆることに関係しているんですね。今回は大航海時代に経度の謎を解いた時計の物語についてお話ししました。この動画が面白いと感じた方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。